疲れ様です。お疲れ様です。京さん何飲んでるんですか？お疲れ様です。あ、これですか？はい、これ BCA を飲んで、まあトレーニング前なんで BCA を飲んで、ちょっとまあ BCA 必須アミノ酸ですね。バリン、ロシン、ソロイシン、これを飲んで、まあ、筋肉の分解を抑えてます。あ、どうもリアルバキです。何ですか今回は？いや、今日はちょっと視聴者さんから視聴者さんが何ですか、なんかリアレイズ のやり方を教えてほしいっていうコメントが来たんですよ。リアレイズ、またマニアックっすね。サイドじゃなくてフロントじゃなくてリアレイズ。リアレイズらしいです。なるほど、なるほど。まあ確かにね、肩はまあ、フロント、サイド、リアとね、3つのパーツに分けることができるんですけども、リアレイズね、リア特にこれをメインに鍛えてますか？いや、鍛えてないです。鍛えてないですか？そうか、そうか、そうか、そうか。じゃあ、今日はね、皆さん、リアレーズ、肩の後ろ側ね、このマニアック部位のトレーニングの紹介をやっていきたいと思います。いきましょう。さあさあ。じゃあですね、リアレーズの説明に入っていきたいと思います。今これね、皆さんご存知の通り、あ、知ってます？いや、やったことある？初めてです、今日ファーストタイムですよ、ファーストタイム。はい、了解です。まあこれね、皆さんちょっとお分かりでない方もいるようなので、まず、まあこれもね、足幅はちょっと狭めに構えてください、ね、肩の後ろ側を鍛えるんですけど、でここから体をぐっと前に倒していく。そう、膝はね、軽く曲げる形で、体をなるべく地面と平行、地面と平行ですよ。で、この形で、まあ、足首ぐらいに、ね、このダンベルをぶら下げておきます。で、ちなみにこの握るのは親指と人差し指、これで握ってください。まあ、中心に握って、ご中心に握って、で、体は、まあ、顔はね、やや前、目線はやや目線は前です。で、腹筋背筋にしっかり力を入れて、で、ここから斜め前に上げていく。で、ゆっくりゆっくり下ろす。吐きながら、で、ゆっくり下ろす。ポイントとしては、リアレーズなんで、肩のギア、後ろ側を鍛えているので、上げてトップでしっかりギアに入れます、周期を。で、そこからゆっくりエキセントリックで下ろして、収縮させる。肩の裏収縮、股関節ストレッチかけていく。収縮させて、ストレッチかけていって、っていう形になるんですけど、まあ、これのポイントは、まず大きなポイント一つ、胸を張って腰を反ってやらない。背中に入っちゃいますね。これは若干猫背みたいな感じ、まあ、あんまり猫背にすると腰に来ちゃうんですね。ダメなんですけど、胸を張らずにちょっと丸めた形でやるっていうのもポイントです。で、そして広背筋、背中の可動をやや妨げるんですね。で、ここからしっかり肩に、上でしっかり肩をぎゅっと収縮させて、ゆっくり下ろす。しっ、で、ゆっくり下ろして、はい、こうで、ゆっくり下ろしていって、これで終了です。はい、どうも。あ、BGA のようなね、ちょっとね、ちょっと肩のリア効いたんで、うん、分解からちゃんと合成に切り替えるように、ちょっとロイシン多めの BGA ですね、これ。ロイシンって何ですか？ロイシンは必須アミノ酸ですね。必須アミノ酸なんですけど、結構ね、ロイシン自体には、まあ、筋肉の合成のスイッチをね、ちゃんと入れる役割があるので、まあ、基本的には BCA、多分今、スポーツメーカーのはロイシン多めになってると思います。あ、そうそう、じゃなくて、そう、レーズの、ね、紹介を今日はね、やっていきました。どうでしたかね、皆さん大好きリアレーズ、まあ、好きになってくれたらいいなと思うんですけど、やっぱりね、肩は、まあ、前もね、横も、まあ、よく見えるじゃないですか。で、当然かっこいいです。でもやっぱり後ろもしっかりついてないことには、なかなかね、バランスが良くないとかっこいい方にはならないので、うん、ぜひね、皆さんもリアちょっと鍛えて、まあ、ここから先半袖の季節になるんですかね、うん、半袖なりタンクトップなり着るときにかっこいい肩を、ね、出せるように頑張ってみてください。ということで、
本日の動画はここまで。まあこれが気に入ったらいいねを、そしてよければチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ジェルマキでした。バッシュ。